はい、77です、えー。今回は4月の21日に行われた、えー、テグとの ACL 第3戦のマッチレビューをしていきたいと思います。今回ね、最初 1, 1戦目、2戦目とレッツが隠したと言われるチームにしっかり勝った上で、ライバルと目されるテグが、えー、セーラーズに負けたということで、これは グループリーグ簡単に突破できるんじゃないかなっていう空気が漂った中で、やはり ACL ということで、そううまくはいかないなという試合になってしまいました。前半に関しては、レッツに対してテグが54のブロックを作って守るということで、なかなか縦パスを入れることもできないし、サイドを丁寧に使ってもフリーになれる場面っていうのは少なくて、ちょっと難しい試合になってしまったかなと。でその上で、あの、 不要意な縦パスとかをカットされて、カウンターで攻められるっていうシーンもあって、超決定機っていうのはなかったんだけど、テグがあの進めていきたいゲームプランのまま試合が進んでいったのかなと思います。まあ、ただ、しっかり、あの、難しい試合の中でも、前半を0対0で折り返せたので、えー、ね、実は、あの、 いい感じで試合を進められてたのはテグなんだけど、えー、それまでの、あの、第2戦までの結果を考えると、勝利が欲しいテグに対して、浦和は最悪でも引き分けでもいいということだったので、まあ、うまくね、あの、しっかり落ち着いて攻めれればなと思ったんですけど、えー、いきなり点を後半取られるという形になってしまいました。 後半開始から結構オープンな展開に前半と違ってなってきて、レッツも、え、酒にロングフィードを当てて、そこから攻めるっていう形で、前半よりちょっと、あの、チャンスを作れそうだなっていう空気があったし、テグも、え、縦パスから、え、ニアでザイオンが止めたシュートとかもあったし、え、その次のチャンスで、まあ、ヘディングシュートで点を決められてしまうという形で失点をしまいました。このシュートに関しては、 決めた選手が相当フリーになっていて、なんでかなとは思ったんですけど、ショールツは前でクロスを返すポジションにいて、岩波は一人後ろの選手を見ていたかなと思うんだけど、間に入ってきた点を決めた選手にマークがほとんどつききれていなかったと。で、人数は足りていて、岩波がマークについていた選手も、大旗が途中から間に合って、マークすることできていたので、まあ、うまくマークの受け渡しが、 できれば、あの、防げた失点かなとも思うんですけど、まあ、そこら辺に関しては、まあ、相手の攻めが上手くて、クロスも正確だったっていう部分で、えー、なかなかね、厳しい点を取られてしまいました。で、その後、レッツは4枚替えをして、攻撃陣をだいぶ入れ、帰ってくるんですけど、今までレッツって、えー、リードされてる部分で、後半で選手が出てきても、なかなかエネルギーを与えることができないなと思っていました。 それはね、あの、まあ、今、モーベルグとか入ってきた部分はあるんだけど、それまではなかなか前線の選手の数が足りないっていう中で、あの、違いを生み出せる選手が少なかったんだけど、今回の4枚買いに関しては、結構期待できるメンバーが入ってきたなと思いますし、実際に左サイドを秋元と関根がゴリゴリ崩すし、えー、右サイドに振ったらモーベルグが仕掛けるっていう形で、結構期待できる攻撃を続けることができていたんじゃないかなと思います。 ただ、それでも、なかなかね、決定的なシュートを決めきれず、最後に訪れたね、ユンカーのシュートと、ショルツのシュート、キーパーに防がれて、ポストに当たってしまったって形で、点を取ることができずに、0-1で敗戦となってしまいました。今年に関しては、先制点を取られた試合が、全部0-1で負けてるって形で、1点取られた後、え、ー 盛り返そうとして攻めるんだけど点を取られ、取ることができず終わるという形で、今回もね、あの今までの中では可能性を見せられてたんだけど、結果としては今回も同点ゴールが取れず、まだ今季一度も同点ゴールというのが取れていませんで。これに関してはチャンスも作れている中で、まあ理科もやることをやる、やってる中で、 なんで手入らないのかなっていう部分はあるんだけど、まあね、これはね、超えていかなきゃいけない壁だと思うので、どうにかしてね、あの、先制された後に同点ゴールで追いつく、さらに逆転するっていう試合を今後増やしていかないと、やはり先制されたらもう勝てないよってなっていたら勝ちでは伸ばせないので、そこに関してはね、まあ、気持ちの問題含めて色々あると思うんだけど、壁を越えていってもらいたいと思います。ね、例えばね、川崎フロンターレなんてね、 あの、0対1、1点差で負けてるところのロスタイムから3回追いついてて、3回とも相手ゴールキーパーの結構なミスなんだけど、そうやって追いついちゃうと自信とかが生まれてきるし、なんか起きる予感っていうのが出てきてくるのかなと思うので、レッツもね、あの、手取られても追いつけるよっていう空気感で試合ができるようになると、まあまた違った形になるのかなと思います。で、選手についてですね、良かった。 止まるは言えないんだけど、例えばユンカーに関しては、まああの、初戦フルで出て、前回も後半途中から出てきて、今回もフルで出てきてって形で、体力面とか心配したんだけど、結構後半までちゃんと走ることできてたかなと。一回ね、あの、スローインになったのを自分でダッシュして取って、もう一回投げるみたいなこともしてたし、まああの、得点に関してはまだ言ってんだけど、結構乗れてきてるのかなと思います。で、最後のね、あの、決定的なチャンスも、 あの、うまく、あの、中央で崩して、巧みなトラップからシュートという形で、点は入らなかったけど、あの、狙ったシュートが打てたのかなと思うので、まあ、ユンカーに関しては、今後のコンディションに関しては、非常に期待ですね。あとは、ショルツ先輩ですね。もう本当にね、あの、守備も攻撃も素晴らしい。 前半結構あのカウンターを受けた時にあの数的同数みたいな感じでショルツがカバーに行くことがあったんだけどそこでしっかり食い止めてねあのボールを止めることができていたし攻撃に至ってはですね結構ペナルティエリアの手前ぐらいまで持ち運ぶことってあったんだけど今回はね もうあのゴールラインのところまで上がってクロス上げるぞぐらいのところまでスルスルと抜けてって、ここに関してはやっぱり引いて守ってくる相手に対してプラスワンでディフェンスのセンスが攻撃に加わっていくっていうのは非常に重要な部分なので、これをうまくね、チームとして有効活用することで崩しとか得点につなげていければなと思います。 ということでね、レビューとしてはこんなところなんですけど、えー、しっかり次の試合に勝てば、グループリーグ突破っていうのは間違いなく、あの、かなり可能性が高いものになってくると思いますし、次にうまく勝てなくて、テグに前に出られることがあったとしても、えー、今回セーラーズが、えー、3トンと引き分けたことで、2位の確保っていうのはしっかり見える位置にいるし、えー、他の 他のグループも結構2強2弱みたいな形になるのかなと思ったら、東南アジアのチームが頑張ってることによって、2位の勝ち点っていうのはかなり、あの、下がってきてるかなと思うので、まあ、あの、しっかりね、残り3試合、あの、勝つことを目指して、あの、進んでいけば、まだまだグループリーグの突破の可能性っていうのは高いと思いますので、ね、あの、まずは残りの3試合でグループリーグの突破を決めて、決勝ラウンドに進んでいければなと思います。 なかなかね、ACL 楽に勝たせてくれないけど、まあ、最初の1、2試合ね、あの、簡単に勝ててしまったことで、楽観視はしていた部分があるんだけど、やっぱり ACL ってなんかってひりついた展開そこが醍醐味だと思いますので、まあ、苦戦もね、楽しみながら勝ち抜けていければ、チームのレベルアップにもつながるのかなと思って期待して見ていきたいと思います。 ということで今日はここまでになります。えー、この動画最後まで見ていただきありがとうございました。えー、この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。えー、ありがとうございました。ナナナでした。